ワン、ツー、スリー、フォー。みんな、一旦ストップ。何よ、いいところだったのに。いいところね。ね、今何の練習してるんだっけ。何のって、次のライブのミニコーナーで披露する合同ミュージカルの練習じゃない。うん、ミニコーナーはミュージカルがいいってよしこちゃんが主役の探偵に立候補したんでしょ。だからよしこちゃんはこのミュージカルのいわば座長だよ。だからもっと周りを見てみたらどうかな。周りを見る？私できてない。座長として全然ダメ？そんなことない。脚本を書いたり役を割り振ったりすごく頑張ってるよ。でもじゃあ何が足りないの？どこが悪かったのか教えてよ。じゃあはっきり言うね。今回の劇の主役と準主役になっている探偵と助手は一心同体のコンビでしょ。それなのに探偵のよしこちゃんと助手の花代ちゃんが一緒にいるシーンでは花代ちゃんが隠れちゃってるんだよ。でも主役のインパクトは必要でしょ。目立たないとミュージカルが盛り上がらないじゃない。リトルデーモンたちだって私の活躍を見に来るんだから、その期待には応えなきゃ。よしこちゃんのやる気は評価するけど、さっきも決め台詞が合わなかったじゃない。それはこれからもっと練習するもん。かな、その辺で。よしこも一人で落ち込むことないわよ。花代だって同じよ。あなたは確かに助手で主役をサポートする立場ではあるけど、それだけではないの。むしろ探偵の足りないところを補って共に難事件を解決に導くパートナーなの。二人で一つと言っていい存在よ。それをもっと大事にした方がいいんじゃないかしら。うん、頑張るね。じゃあもう一度お願いします。じゃあみんな、今日はここまでにしよう。それじゃ、お先に失礼するわね。行くわよ、花よ。みんな、お疲れ様。よしこちゃんと花よちゃん、探偵と助手なのに、今日は結局、息が合わないままだったね。頑張ってはいるんだけどね。やっぱりミュージカルはハードルが高いのかな。難易度は高いけど、私たちもミュージカルをやることに賛成したのだから、全員一丸となって頑張りましょう。うん、よしこちゃん張り切ってるしね。それにすごく一生懸命だし、さっきも花代ちゃんと相談しながら帰ってたもん。そうですね。でも一生懸命すぎて周りが見えていないように思えちゃって。ええ、責任感を持つのはいいことだけど、思い詰めてしまっているわね。現実も助手の花代がうまく探偵のよしこをサポートしてくれるといいんだけど、そううまくはいかないわよね。私たちで何か手伝えることはないかな。ふっふっふ、かなたちゃんの出番のようだね。実は名案があるのだよ。あと少しってとこなんだけどな。ごめんね、自主練もしてるんだけど。おい、どうしてうまくいかないの？大丈夫、二人が頑張ってるのは知ってるよ。焦らず一つずつ解決していこう。
前に出すぎ。出てるつもりないわ。つもりでしょ。気をつけていこう。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。花代ちゃん、ワンテンポ遅れてる。焦らなくていいからね。それとよしこちゃんに遠慮しないで、もっと前に出てみようか。わかった。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ストップ。ここは作中で一番盛り上がる怪盗を追い詰めるシーン。だから二人の呼吸がぴったり合わないといけないところなの。相手に反論の余地を与えない畳みかけるようなテンポの歌とダンスだから、少しでもずれたら緊迫感が薄れちゃう。わかってるってば。同じダンスや歌でもいつものライブとは全然違うんだね。難しいな、ミュージカルって。表現という意味ではライブと同じだけど、ミュージカルはお芝居だからね。演技力も求められるし大変だよね。だから二人は協力し合ってるつもりでも、実は自分のことで精一杯なんじゃないかな。そっか、それはあるかもしれない。私も悔しいけど余裕はないかも。それならなおさらステージ全体を見渡して自分の役割を理解して動かないと。ううん、今回のミュージカルは二人で一人の主役だから、自分の隣にいるパートナーだけを見ることにしようか。自分の隣にいるパートナーを？あ、ごめん、私そろそろ大道具の方を見に行かないと。かなたちゃんも用事があったんだった。じゃあ二人とも頑張ってね。さて、じゃあ練習の続きだよ。自分の隣にいるパートナーを意識して動くこと、いいね。はい。大変よ。びっくりした。どうしたの？それが、怪盗が現れたのよ。怪盗。怪盗にとってはこれ以上ない不運。なぜならここにはどんな事件も解決する最高の探偵がいるのだから。そう、名探偵ヨハネがね。行くわよ、花代。ここが犯行現場ね。なるほど、確かに事件の匂いがプンプンするわ。え？何も匂わないけど。この名探偵ヨハネの嗅覚はごまかせないのよ。なぜなら、そう、ハイパーミラクルエクセレント名探偵だから。さあ、事件当時の話を聞かせてちょうだい。話といっても起こったことしか説明できないんだけど、今から1時間ほど前にミュージカルで使う小道具のチェックをしていたの。だけど何度確認してもテーブルクロスが見つからなくて、もちろん部室中をくまなく探したわ。そうしたら、机にあったのよ。怪盗からのメッセージが。怪盗からのメッセージ？このカードよ。見てちょうだい。何？テーブルクロスを頂戴した。
怪盗 K。 怪盗 K？ 誰？誰だかわからないけれど、いいわ。このヨハネに見つかるなんて相手が悪かったわね。後悔させてあげる。部室から小道具のテーブルクロスが突如消える。これはつまり密室トリックね。いや、ここ密室じゃないよ。わかってるわよ。ちょっと行ってみたかったの。行ってみたかっただけなんだ。とにかく安心しなさい。テーブルクロスは私と花代で必ず取り戻してみせるわ。え、ちょっと待って、私も、そんなの無理。無理じゃない。あなたは私の助手なんだから、一緒に解決するのは当然でしょ。この世に存在するあらゆる謎の迷宮を。え？え？じゃないわよ。次、花代のセリフでしょ。ミュージカルの？え、言わなきゃダメなの？当然でしょ。ほら、行くわよ。この世に存在するあらゆる謎の迷宮を解き明かすのは私たち。どれだけ巧みなトリックも、私たちの手にかかればたちまち無償。真実という名の扉を開くのは私たち。やっぱり最後が決まらないな。もう、ごめん。まあ今はそんなこと言ってる場合じゃないね。それじゃあ名探偵とその助手さん、期待してるよ。虹ヶ崎で起きた事件だし、もしかしたら歩が何か怪盗について知っているかもしれないわ。今頃体育館で大道具の打ち合わせをしているはずだから、行ってみたらどうかしら。私たちに任せなさい。さあ行くわよ花よ。ちょっと待って。ねえヨシコちゃん。私は名探偵ヨハネ。ヨハネと呼びなさい。ヨハネちゃん。何かしら、助手、花よ。体育館がどこにあるか知ってるの？知るわけないじゃない。花よ知らないの？助手だし。虹ヶ崎の学園内のことはわからないよ。まあ、それもそうね。私たち迷子になったみたいだね。もう虹ヶ崎って無駄に広すぎるのよ。体育館はどこ？うん、すごくいい感じにできてるよ。大道具のこと美術部のみんなに相談してよかった。これで次のイベントも絶対に成功するよ。さあ、あと一踏ん張り、みんなで頑張ろう。あれ、よしこちゃん、花代ちゃん、どうしたの？あゆむさん、やっと見つけた。たくさん探したよ。何？何？じゃないの！大変なのよ！小道具のテーブルクロスが怪盗に盗まれたのよ。怪盗って本当？そんな人が学園にいるなんて怖いよ。確かに怖いけど本当なんだ。
怪盗系って人が書いたテーブルクロスはいただいたってカードが残されてたの。ってことで、闇の力を操る名探偵であるヨハネと有能な助手花代がその謎を追っているところなの。え、二人が解決するつもりなの？よしこちゃんはそう言ってる。名探偵ヨハネよ！虹ヶ崎で起きた事件だから、まずはこの学園に詳しい人から話を聞きたいのよ。歩夢は大道具係として美術部や演劇部と連携して学園内を動き回ってたでしょ？何かいつもと違うことはなかった？いつもと違うことか、参考になるかどうかはわからないけど、家庭科室の方に歩いて行った人は見たよ。この時間あっちの方に行く人は珍しいからちょっと気にはなったかな。え、それ本当？くっくっくっ、こうも早く有力な情報をゲットできるなんてね。確実に回答を追い詰めているわ。やはりこの名探偵ヨハネに解けない事件なんてないわね。さあ花よ、家庭科室に向かうわよ。うん。ねえよしこちゃん。よしこじゃなくて名探偵ヨハネ。何よ。家庭科室ってどこだろう。だから私が知るわけないじゃない。せっかく歩さんに聞いたけど、また迷子になっちゃったんじゃない？もう、どこかに地図とかないのかしら。こうしてる間に逃げられちゃうじゃない。慌てて出てこないで、歩さんに行き方を聞いておけばよかったよ。戻って聞こうにも、もう今どこにいるのかもわからないのよね。いっぱい動いてお腹空いちゃったな。誰かいたら購買の場所も教えてもらいたい。このタイミングで教えてもらうのが購買？虹学の購買っていろんなものがあるみたいだから。それはともかくとして、どうして怪盗Kはテーブルクロスなんか盗んだのかな。家にテーブルクロスがないとか。そんな理由で？怪盗の考えてることなんかわからないわよ。まあでも捕まえてみればわかるでしょ。どうしてそんなこと気にするのよ。動機が分かれば犯人像が見えてくるかなと思って。ヨハネちゃん、怪盗が置いていったカードを見せてくれない？これを見てどうするの？ヒントなんかどこにも書かれてないわよ。ちょっと見てみたくって。こんなの残していくなんて、いかにも怪盗って感じだよね。私たちに対する挑戦状のつもりなら面白いじゃない。必ず捕まえてみせるわ。はい、これがカードよ。で、なんでここでメガネ？え？だってミュージカルでは助手が集中するときにメガネをかける設定でしょ。だからやってみようかなって。ずいぶん役になりきってるじゃない。よしこちゃんが本気なんだもん。探偵の本気に応えないなんて助手失格でしょ。いい心がけだけど、よしこじゃないヨハネ。あれ、うんうん、このカード、いい匂い。そう？私は全然感じないけど。ううん、
やっぱりするよ。この匂いって…あれ、よしこちゃん、花よちゃんだ。ヨハネだってば。って、カナタじゃない。いいところに来てくれたわ。聞きたいことがあるんだけど。ごめん、カナタちゃん、家庭科室に行かなきゃいけないから。じゃあね。家庭科室に行くなら私たちも…って、早っ！追いかけるわよ、カナヨ。カナタさんからした…匂い…え？わかった！よしこちゃん、私わかったよ。行こう。な、なんなのよ。ここだよ、よしこちゃん。匂いを追うなんてよくできたわね、花よ。うん、お腹が空いてたから。ねえ、それよりこの中に謎の秘密を解き明かす鍵があるはず。鍵？ってことは、花よ、あなた何か掴んでるわね。うん、私の鼻はこの中にいるカナタさんが怪しいって言ってる。でも最後の一押しがなくて。よくやったわ、助手花よ。あとはこの名探偵ヨハネに任せなさい。あれ、よしこちゃん、花よちゃん、さっきぶり。かなたさん、お話があります。なに？実は私たち、とある謎を追ってここまで来たの。ほうほう、その謎とは？それは…ちょっと待って、ヨハネちゃん、私に話をさせて。え？カナタさん、この美味しそうな匂いは何？ああ、今日の調理実習で余った豚汁を温め直してるんだよ。ああ、これって豚汁の匂いだったのね。せっかく美味しくできたのに余らせちゃうのはもったいないから、家で作ってきた焼きおにぎりと一緒に食べようと思って。美味しそうな焼きおにぎり。はあ、お味噌の匂いが香ばしくて食欲がそそられちゃう。こんなに美味しそうなお味噌の香り嗅いだことないよ。そう言われると嬉しいな。実は焼きおにぎりに合うよう開発したかなたちゃん自家製のお味噌なんだ。お味噌まで作るなんてすごい。ちょっと花よ、話がずれてるわよ。カナタさん、私たち謎を追ってきたの。それはさっき聞いたよ。それでどんな謎？実はミュージカルで使う小道具が突如現れた怪盗に盗まれてしまったの。何か知ってることはない？それは大変だね。でも、カナタちゃんは何も知らないよ。テーブルクロスなら、ここにたくさんあるから、盗まれたものの代わりに借りていってもいいと思うよ。なるほど。そういうこと。うん、そういうことみたい。そういうことって、どういうこと？謎はすべて解けたわ。さあ、クライマックスよ。今こそ終焉の時！
みんな集まってくれてありがとう。私たちを恐怖のどん底に陥れた怪盗Kの正体が分かったのよ。なんだか随分と大げさなことになってるわね。まあまあエリさん、それでヨシコちゃん、怪盗の正体って？犯人はこの中にいるわ。この中ってどういうこと？行くわよ、花よ。うん。この世に存在するあらゆる謎の迷宮を解き明かすのは私たち。どれだけ巧みなトリックも私たちの手にかかればたちまち無償。真実という名の扉を開くのは私たち。そう、犯人は怪盗Kはあなたよ、カナタ。カナタちゃん知らないよ。濡れ衣だよ。なんでカナタだと思ったの？教えてあげましょう。私と花代はカナタに小道具が盗まれたとしか言わなかったのに、カナタはなぜかそれがテーブルクロスだと知っていたからよ。それは。なぜ盗まれたものがテーブルクロスだと分かったのかしら。答えは一つ。それはカナタがテーブルクロスを盗んだ本人だからよ。さあ素直に認めなさい、怪盗Kテーブルクロスがなくなったっていうのはカナンちゃんに聞いてただけだよ。そうだね、確かにテーブルクロスがなくなったことは話したけど怪盗の話をしなかった。これではカナタが怪盗だと決めつけることはできないわね。甘い甘い甘いわね。ほのかちゃんちのお菓子より甘くてほっぺたが落ちちゃいそうだよ。さあ花よ、言い逃れができない決定的な証拠を突きつけてあげなさい。カナタさんは私たちの話を聞くまで怪盗の存在を知らなかったんだよね。うん、全然知らないよ。じゃあどうして怪盗Kが残していったカードからカナタさんが持ってた焼きおにぎりと同じお味噌の匂いがするの？偶然じゃないのかな。お味噌なんてどこにでもあるものだし。カナタ、あなた言ったわよね、焼きおにぎりに使っているお味噌はカナタの手作りだって。つまりそのお味噌はカナタだけが持っているものなのよ。さあ言い逃れできるものならしてごらんなさい。よくぞこの謎を解き明かした、名探偵ヨハネに助手花よ。大怪盗ケイコとカナタちゃん、ここに見参。なんちゃって。ついに認めたわね。カナタさん、どうしてテーブルクロスなんか盗んだの？ふんふんふん、これには深い理由があるんだよ。なかなか息の合わない二人のためにカナタちゃんたちみんなで考えて一芝居打たせてもらったのだ。結果、二人で協力し合いこうして真相にたどり着くことができたわね。さっきのセリフ、二人の息ぴったりだったね。
まるで本物の探偵と助手みたいだったよ。だね。今なら振り付けもぴったり合うと思うよ。そういうことだったんだ。確かにうまくいきすぎてたもんね。恥ずかしい。恥ずかしくなんてないよ。花代ちゃん、かっこよかったよ。最初は半信半疑だったけど、彼方の作戦通りだったわね。まさか本当にお味噌の匂いに気がつくなんて。そこはさすが花代ちゃんだよね。なんだかたくさん迷惑をかけてたんだね。ごめんね。気にしないで。私たちだってみんな楽しんじゃってたし。そこまで期待されていては答えないわけにはいかないわね。迷惑をかけたお詫びは舞台でお返しするわ。この怪盗系がここまで追い詰められたんだから、二人はもう立派な探偵と助手だよ。ミュージカル絶対楽しくなりそうだね。もちろん。